ブライアン・マクレアーは、スコットランド出身の元サッカー選手、サッカー指導者。ポジションは、FW、MF。マクレアーは1980年に高校を卒業と、同時にアストンビラ FC で、選手経歴を開始したが、出場機会を得ることはできず、1年で退団し、スコットランドのマザーウェル FC へ移籍した。マザーウェルではレギュラーに定着し、 2シーズンの間に15得点を記録すると、1983年に10万ポンドの遺跡金で、競合のセルティック FC へ移籍した。セルティックでは4シーズン在籍し、リーグ戦1 4 5試合に出場し99得点を記録、1986から87シーズンには44試合で35得点を上げる活躍を見せ、 スコットランドピーフ年間最優秀選手賞とスコットランド FWA 年間最優秀選手賞を同時受賞した。この活躍により1987年7月に85万ポンドの遺跡金でイングランドのマンチェスターユナイテッドと契約した。マクレアーは入団最初のシーズンに24得点を記録するなどマーク・ヒューズとのコンビでフォワードとして活躍を続け、 1992年11月にリーズユナイテッド FC からエリック・カントナが加入すると攻撃的 MFA とコンバートされた。マンチャスターユナイテッドでは11シーズン間在籍しリーグ通算468試合に出場し126得点を記録。またプレミアリーグ優勝4回、FA カップ優勝3回、フットボールリーグカップ優勝1回。 UEFA カップビーナーズカップ優勝1回に貢献するなど選手生活を通じて最も大きな成功を収めた。その後、ロイキーンやデビッド・ベッカムらの台頭もあって次第に出場機会を失うようになり、1998年にクラブを退団し、フルスのマザーウェル FC へ移籍、その年に現役を引退した。 スコットランド代表としては、1984年に代表デビュー。FIFA ワールドカップに出場することは叶なわなかったが、1992年の UEFA ユーロ9 2では代表に選出。一時、リーグ最終戦の CIS 代表戦では1得点を、決め3から0の勝利に貢献した。マクレアは、よ1993年に代表から退くまで、 国際 A マッチ30試合に出場し2得点を記録した。引退後は指導者の道へ進み、1998年12月にブラックバンド・オーバーズのコーチに就任し、監督のブライアン・キッドを補佐した。2001年からは、古巣のマンチャスター・ユナイテッドのスタッフに加わり、2006年からは、ユース・アカデミーのディレクターを務めている。ありがとうございます。